この部屋だ。兄弟、水入らず、ゆっくりゆっくりしていってね。あなたシスさんって言いましたよね。シスさんはやめてくれ。読みにくいんだよ。シスさんは、リリーさんの護衛役でしょうか。ほう、兄弟で同じような質問すんな。そうだ。こんな俺をそばに置いてくれているのは、ありがたい。なら、話を聞いてくれませんか?あなたに聞くのは間違っているかもしれません。でも、俺、リコリスさんが危険な悪魔だとは、到底思えないんです。だからといってリリーさんもとても優しそうな人に見えました。リリーさんはどんな方なのか教えてくれませんか?どんな方とは難しいことを聞くんだな。リリー様は本当に優しくて素晴らしいお方だ。俺なんかでは表現しきれない。俺?言葉なんかでは表現しきれない。何より出来損ないの俺を救ってくださった恩人でもあってな。俺は心からリリー様を敬愛している。そうですか。この魔力、まさかまた。魔力、リコリスか、レナ。レナには魔力がねえんだよな。魔法が使えないだけなのか。そこら辺はわからんけれども、まあ。とりあえずちょっと後回しにして、私は隣の部屋で。ダメか。もうアザミのことしか頭ねえな、こいつ。別の侵入者かもしれん。あ、本当にいた。意外と早い再会だったの。アセビ。よかった。アザミ、どこも怪我してない?大丈夫?私を誰だと思ってんの?あんたこそ何もされてない?うん、この通り無事だよ。ならよかった。早速なんだけど、アセビはここで待機しててほしい。私はやることがあるから。え?やることって?リコリスってやつを殺しに行く。俺より強いやつに会いに行くみたいな言い方だな。さらっと言ってんもんな。なんでそんなこと?リリーと約束したの。そいつを殺せば、俺たちは人間界に帰れる。私に任せて。ダメ。リコリスさんを殺すのはダメだよ、アザミ。は?俺は彼に助けられたんだよ。そして約束。いや、取引をしたんだ。リリーさんに奪われた左目を取り返すって。そうしたら、俺たちは人間界に帰れるんだよ。何それ。そんなの嘘に決まってんじゃん。そいつは過去に家臣を大量虐殺して、指名手配されて、目立って罰として取られただけ。リリーも周りの奴らもそう言ってた。そういうことが書かれた文献も確認した。あんたは、リコリスを信用できるような証拠でもあるわけ?証拠なんて急に言われても。でも彼は嘘を言っているようには見えなかったよ。アザミだって、一度会って話を聞けば。そんなことする必要ない。クソ男をただ殺してそれで終わり。簡単じゃねえんだよな。ただ殺して終わりって。アザミ、本気でそんなこと言ってるの?そんな簡単に進めていい話じゃないでしょう。早計にも程があるよ。そもそも俺たちみたいな人間が、元魔王の彼に勝てるわけ。だって、リリーにはリコリスを殺す意志はなかった。周りの奴らも、ここでの生活に満足してて、誰も人間界に帰りたがってない。なら私がやるしかないでしょう。あんただって人間界に帰りたいんじゃないの?リリーさんにはリコリスさんを殺す意志はなかった。本当にお互いの言ってることが、全部と言っていいほど食い違っている。おう。食い違ってんだけど、でもどっちを信用するかって言ったら、まあ友達とかの差でね、圧倒的にリリー派が多いっていうのも理解はできる。でもな、リコリスもな、口先ばっかりな感じもあるしな。
ここに来てからずっと頭が痛い。なんで？あんた体調悪いんでしょ？ここで休んでてよ。その間に全部終わらせるから。待って、アザミ。ダメだよ。こういう時こそ、ちゃんと話し合わないと。だから。ああ、もうめんどくさいな。向こうは罪人。悪い奴ってのが明白なのに、何言ってんの？ああ、わかった。どうせ一緒にいるうちに、ほたされちゃったんでしょう。それとも、あんたお得意のお人よしでも発動した？やめてよ、アザミ。騙されてんのは焦り、わかった。騙されてるのはアザミかもしれないでしょ？そうやってすぐ決めつけるのはやめてよ。私の言うことより、リコリスってやつを信じるの？違う。なんでそうなるんだよ。それを言うならアザミこそ、俺よりリリーさんの言葉を信じるの？だって、リリーは私と似ていたの。優秀な片方と比較されちゃうところも、無能なんて言われるところも。そんなの滞在を犯した見知らぬ男よりも信じたくなるに決まってるでしょ。まあ、ずっと期待されてるような優秀なあんたには私たちのことなんて一生理解できないんだろうけど。わかんないよ。俺だって生活に必要なこと以外全ての時間において勉強をやらされて、友達も作るなって言われて、全国で1位を取れなきゃ殴られて、ずっと外で遊んでたアザミのことなんてわかんないよ。あ、アザミ、ごめん、今のは。もういい。何して？ここにいれば絶対安全だから。アザミ？ちょっとアザミ、開けてよ。アザミ。遊びのバカバカ、バカ。私はただ遊びと人間界に帰りたかっただけなのに。なんで？今までずっと私のやること、なすこと全部肯定してくれたのに。受け入れてくれたのに。なんでいつもみたいにいいよって言ってくれないの？私、遊びに否定されたの？おっと、ただの兄弟喧嘩、なんかいらっしゃる。あ、いらっしゃるんですね。なるほど、なるほど。これは見えてんのか見えてないのか。痛い。アザミさんは、アセリ君に、まあ今まで甘やかされてたからな。否定されてそれがショックか。意外な脆さか。かなり古そうな日記がある。読めっかな。あの方が魔王に、レテからというものを我々大変苦しめられて、す。よそでした文句や愚痴な、あの方の耳に入、たちまちきび、威罰が、るんで。以前、様の名を出したメイドが、されました。一番タブー、出ている、とはいえ、すのはあまりだと、です。大勢の民はあの方が家臣を何の抵抗もなく、している、なん、知りよし、ない。むしろ、した、様の代わりを、務めて、しゃると、あの方を称える声まで、です。様さえ、いただけば、こんな生活からは解放され、に、本当は、様に、し、に、こ、れし、たの、か、ああ、様、様。なんかピンポイントで人名とかは読めないんだよな。なんかだよな。今のは見る限り、まあやっぱリコリスの悪口なのかな。いや、まあミスリードとかの可能性はあるが、苦しいよ。とどめを刺して死んぜよ。なんか、いやらしい。東廊下。ここさっき、ヤッホー、アザミー。
この二人はどういう会話をするんだろう。無視なんてひどくない？ちょっとお話しようよ。あんたと喋ることなんて一つもない。消えてよ。怖い。そんな高圧的だから、アセビ君と喧嘩しちゃったんじゃない？聞いてやがった。まあ、シレネさんは聞いてそうだよな。盗み聞きしてたの？タチの悪い女。嫌だな。あんなに怒鳴ってたら外まで丸聞こえに決まってるじゃん。もう少しアセビ君の話、聞いてあげてもよかったんじゃない？うるさい。他人にとやかく言われる筋合いなんてないから、兄弟喧嘩に口出ししないでよ。ん？その兄弟喧嘩ってやつ、一度もしたことなかったくせに。そんな顔見れば、一発でわかるよ。たかが喧嘩で取り乱しすぎだもん。それもそうだよね。あなたたち兄弟は、仲良しの範疇を超えているもの。異常と言っていいくらい。うるさいうるさい。だからなんだって言うの？あんたに構ってる暇なんてないの？どっか行ってよ。イライラしちゃって。いつも澄ました顔してるあなたの崩れ顔見るなんて、私つい、煽りおる。あんた、いい加減にしないと。あは、ごめん。本題を忘れてた。あずみ、今からリコリスを殺しに行くんでしょ？だから何？わっかんないかなぁ。アセビ君が否定したことを実行したら、どうなると思う？前の関係のままいられるかな？もしかして、嫌われちゃったりして。黙れ、アセビアは絶対に私のこと嫌いにならないんだから。アセビアは私が何しても絶対に。あはは、暴力反対。あなたのアセビ君に嫌われないという絶対的自信、ムカつくんだよね。私はアセビ君に帰ってほしくない。だからあなたなんてさっさと死んじゃえばいいって思ってるよ。だって邪魔なんだもん。2年前、私の前に現れてから、ずっとずっと。これだけ煽れば、きっとアザミは考えもなしにリコリスを殺す。もしくは、殺されるか。どちらに転んでも、私にとっては好都合。あとはあの子がうまくやってくれればいいんだけど。また八つ当たりしてる。ムカつくムカつく。アセビは私のこと嫌いにならない。絶対に絶対に絶対に。だってアセビの一番は私だし、私の一番はアセビだから。昔からずっとずっと。畜生、マジで誰にも感情移入ができねえ。シスぐらいじゃないか。いや、こんだけ登場人物いて一番マシな人間、まともな人間ってもしかしたらシスだけなんじゃないか、悪魔だけなんじゃないかって、ちょっと異常事態だよな。あ、ギリ黒はまともな人間か。あの子ってそういえば誰なんだろうな。さっきシレネの言ってた。第三者。もしかしたらレナあたりがシレネの、何か側近とかなのかも。ええー。あ、でも鍵があると直感的に分かったのか。だから破壊行動。いや、特に理由はないだろうな。すべてを壊せと。神は言っている。すべてを壊せと。鍵がかかっている。父さんの教育は残酷だった。もともと厳格な性格ではあったけど、母さんが入院してからというもの、徐々に横暴さはエスカレートした。自分の理想を押し付けられた焦りは、寝ても覚めても勉強勉強勉強。私は何をやっても失敗しちゃうから、勉強どころか家事すらできなくて、よく怒鳴られた。そしてついに愛想が尽きたのか、私は父さんに一切期待されなくなった。それから私は夜遅くまで外へ遊ぶようになった。家にいても遊びとは遊べないし、母さんはいないし、父さんは私のことをいないものとして扱う。ある日、
公園に一人でいると、知らない男の人が声をかけてきた。いつも一人でいるのは寂しいでしょ？一緒に遊ぼうって。バカな私は怪しむことをしなかった。寂しかったのは本当だし、純粋に遊び相手ができたと思ったから。でも私は、その男の人にひどいことをされた。気持ち悪くて、必死に押しのけて、逃げて、家に帰って、遊びに泣きついた。遊びは私が泣き止むまで、ずっと一緒にいてくれた。そしたら遊びが勉強をサボったって、父さんに殴られた。私が何回止めても、やめてくれなかった。遊びが殴られたのは、私のせい。勉強ができない。家事もできない。暴力を止めることだってできない。何もできない。ずっと言われ続けた言葉の通り、私は迷惑をかけるだけの無能だった。あれ、私何してたんだっけ？あ、そうだ。アスリが帰ってくるのを待ってたんだ。なんて言ったって、私、帰り道でモデルにスカウトされたんだから。しかも、結構有名なプロデューサーっぽいし。この家に戻ってきてから数ヶ月、お互いがバイトをしてなんとか二人暮らしできてるけど。このままじゃ、この先限界がある。この年でもちゃんと働けて、お金を稼げる仕事があるなら、いくらでもやる。私にはそれくらいしか、脳がないから。なるほど。意外や意外、劣等感の塊だったわけか。まあ、アセビ君はアセビ君で、その節あったっちゃあったんだけど、手入れされた花壇。これ、過去の回想？それともなんか、こういう夢を見せられてるのか。回想は負けフラグだぞ。気をつけろ。なんか、これ見よがしにあそこ、あるけど。待つのか。ここで待つのかよ、わざわざ。アスリ帰ってくるの遅い。どうせ友達とダラダラ長話してるんでしょう。ふん。クロトかな。ねえねえ、君、この辺に住んでるの？は？全然見ない顔だったからさ。もしかして最近こっちに引っ越してきた？これはモデルになる前か。さっきの話もそうだったな。スカウトされたばっかの時。暇してるんでしょ？俺らと遊びに行こうよ。さ、触んないで。急に何なの、あんたら。いいじゃん。君みたいな可愛い子は大歓迎だよ。強気な感じもいいね。俺タイプだわ。だから、本当に。遊び？嫌がってるのがわからないんですか？年上の男性が二人で。情けないですね。お前、そこの女の兄弟か？男に用はねえんだよ。邪魔だ、引っ込んでろ。あんたら、こんなことして。君からもちゃんと言ってあげなよ。俺らと遊びたかったって。そんな格好してるのも、男を誘って遊ぶためなんだろう。そんなわけないでしょ。馬鹿にしないで。は？じゃあ体型がわからない格好でもしとけよ。痴漢される方にも問題があるってやつ？そこの兄弟が殴られてんのも、お前が悪いんじゃん。はぁ、なんか泣いたわ。行こうぜ。おい、モブにもまともな奴がいねえぞ。こんな思いっきり殴らなくてもいいのに。あざみ、大丈夫？ごめんね。俺にやり返すくらいの力があれば。アスリ、ごめん。私のせいで。私がこんな格好してるから、私が悪いの。ごめんなさい。アザミは本当に自分が悪いと思ってる。
アザミ、きっちりした服とか着込んだりするの嫌いじゃん。他人に言われたからって変える必要ない。好きな服を着ていいんだよ。でもそれで結果的に焦りが殴られたんだよ。私のせいで焦りが傷つくのもう嫌なの。なんで肩出してる？アザミとペアルック的な？双子でお揃いの格好っていいでしょ？変かな？昔の夢、今のは実際にあったことっぽいのよな。アセビー君の肩出しの秘密、ここで語られると。そんなことしてる場合じゃないのに。やっぱり私にはアセビしかいない。だから指名手配されてるようなクズ男なんて殺していいよね。短絡的だな。私だって役に立てる。私は何もできなくなんかない。でもそんなことしても、もし本当にもしもの話、アセビに嫌われちゃったら、私、生きてる意味がなくなっちゃう。違う、そんなことあるわけない。この世界に来たのも、アセビと喧嘩したのも、全部、リコリスが悪い。絶対に、殺してやる。短絡的というか、なんというか、あれって、ここって、チャプター2で来たところだな。アセビ以外の男性に触られることを拒絶している。まあそれは知っておったけれども。選択肢壊すっておかしくない？やはり、デストロイヤーアザミであったか。なるほど。アセビ君もこうすればよかったのか。簡単じゃないか。クマですね。空咲きます。だってクマだもん。こんな簡単だったのか。まあ、切り落とせばいいんだよな。あれ、でもこの先って、男性の死体がある。あれ、死体はさすがにやんないよね。人間の絵だ。これどうすんだい？イズント、イット、ジャスト、あ、コープス。たかが人間、死体でしょ？人間じゃなかったね。ナイフを突き立てる。まあ、死んでるしな。Mother、人殺し。ガチャリと。戻れっかな。あ、でも、赤いしな。行くしかないか。白い空間。謎の場所みたいなとこ来ちゃったけど。随分立派な扉があるね。鍵が閉まってる。ああ、そういえば花瓶の中にこんなんありましたね。の鍵を使用した。あ、セーブシングだった。あんたか、リコリス。ああ、お前があいつの言ってた、姉。許さない。あんたのこと。絶対に許さないから。まあ、そら正面で言ったらね、人間の分際で俺に盾つこうとした意気込みだけは認めてやる。だが、失礼、本日3回目のカットかな。舐めるなよ、クソガキが。触んないで。あんたのせいで私たちはこんなことに。さっきから意味わかんねえことほざいてんじゃねえぞ。俺が初対面のてめえに何をしたってんだ。しらばっくれないでよ。私らがこんな世界に来ちゃったの、あんたのせいなんでしょ？ひどいことを言ってしまった。アザミを否定してしまった。俺は今までアザミのどんなわがままにも全部答えてきた。それがアザミのためになると思ったから。それなのに、その結果がこれ。いや、
まだ遅くない。今回ばかりはアザミのやろうとしていることを許容するわけにはいかない。俺がアザミを止めなくちゃ。こっちはこっちでへこんでんだよね。とりあえず心を落ち着けよう。パーフェクト。フルコンボだと。まあでも扉は開かないんだよな。さっき扉をどうやって壊したんだろう。なんとかして部屋から出ないと。おや、君は暴君かい？それともチャプター2にできたフレンドかい？なんか、闇の空間が広がっておるが。セーブしとこう。今度こそセーブをしよう。なんか命の危険があんまないんだよな、今んとこな。三章はな。わ、すごい。私に扱えない力をたくさん使うことができるの。みんなが、を褒めるのも当然。自慢の兄弟よ。が、召喚の儀を済ませた。歴代で一番早かったんですって。私は何回やっても失敗しちゃうけど、にできるなら、私にもできるはず。だって双子なんだもん。これはリリーの日記か何かかな。最近みんなが、と合わせてくれないの。サマは忙しい、とか、他にやることがあるからって。がいないと、私は一人ぼっち。寂しい。今日は念願の召喚の儀が成功したの。でも、召喚した可愛い人間ちゃんを食べるつもりはないわ。孤独な私の話し相手になってほしいもん。兄様だって最近毎日人間の女の人のところに行っているし、別にいいわよね。人間の女の人？ほうほうほう。兄様が魔王の座を譲るかもしれないって言ってたの。に話したら、一緒に魔王になろうって約束してくれたわ。双子で魔王なんて、いや、ちょっと待って、なんか勘違いしてるか、これ。いや、ちょっと待って、まだわからん。次とりあえず読んでみよう。陰で私のことを無能とけなしていたみんなを見返してやるんだから。の嘘つき。一緒に魔王になるって約束したのに。どうして？結局、もう、周りの奴らと同類だったっていうの。ひどい。なんで嫌い。大嫌い。次はないか。王族あと一人いない？兄様とこの四角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 。これリコリスだよね、多分ね。そうだよな。兄様って呼んでないのか、リコリスのことを。裏で糸引いてんのは、その兄様、兄様っていう存在の可能性が出てきたな。なるほど。で、リコリスは魔王というものに、リリーを魔王の座につかせなかった。それにはなんか理由がありそうだよな。実際仲良かったんだろうし。何かに気がついたか、それとも、いや本当に、横暴な魔王になってしまっただけなのか。兄様か、覚えておこう。私は今すげえ疑い始めた。嫌な予感がする。まあ、いいくさ。さっきセーブしたばっかだし。アザミ。アザミ。ああ、嫌なタイミングで来るんだな。ま、見られたもんはしょうがねえ。